全力アキベチャンネル。お疲れ、千人記念。お疲れ様です、いやー、千人突破でおめでとうございます。というわけで、はい、千人突破おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日はね、今まで話したことない、公にしたことがない話をしてくれるということで、うん、まあサムネには出てると思うんですが、具体的にはもうカネロさんとのスパーリングの話が実はあると、うん、話があるというか、やったことがあると、やったことあるよというところをちょっと今日は深掘りして聞いていきたいと思ってるんですけど、うん、まずそもそもじゃあいつやったかっていう話。2010年、うん、さっき調べたんですけど、そのカネロさんが世界チャンピオンになるちょっと前ですよね。1年前。そうだね。うん。直前。その年になったんじゃないの。うん。ですよ。そのぐらいですね。で、そうすると、じゃあ、なぜ、カネロさんとやったのかって話になってくるんですよ。うん。それはどうしたんですか。それは、ね、トモキ、亀田トモキ。うん。トモキが、ほら、15歳でさ、単身メキシコ行ってん。はい、修行に。うん。その時に、ほら、向こうでさ、友達に、だってボクシングしか知らない15歳の子だから。うん。もちろん、英語、スペイン語か。うん。喋れないし、その異国の地で一人でさ、生きていくっていう、大変だって聞いて。それは大変だと。そういう中で、だから、何で友達になるってさ、やっぱボクシング以外ないよね。ボクシングジムで、じゃあ。そう、そこでカネロと出会ったんだよね、多分。年齢も確か同じ。同じぐらいだと思った、私的に。で、まあ、それで、多分当時からもうカネロさんっていうのはもう、メキシコだと思う、すごい人気というか。まあ、それそうだよ。もうスーパースターで赤毛のアンじゃなくて、なんか赤毛の。カネロね。うん。で、まあ、じゃあ仲良くなって、で、そのごめんなさい、スパーリングは日本でやったんですか。そう、日本で。おなんで日本に、だからカネロはなんか観光で来てたんじゃない。ああ、なるほど。うん、で、トモキンとこをほら、訪ねてさ、動くよっつって。うん。うんうん、でも、おやじさんから連絡あって。カメラのおやじさんから、アキベイさんに連絡来て、うんうんうん、カネロが来てるから一緒にやらんか、うん、いや、やらせてやると思う。ありがとうございますっつって。大阪行ったんですか。大阪じゃない、東京。東京で。うん、なるほど。でもそこで、じゃ具体的にはそこでやったと、うんうん、いうことなんですけど、その、まあ今、今回この話をね、公には初めてするっていうことなんですけど、うん、当然まあ皆さん、その前回の、木村実さんのスパンもそうですけど、うん、映像を見せろよと、おう、いう話になってくるんですけど、それは今どういう状況なんですか。今、映像探してもらってる。それはつまり、誰かが撮ってるというか、そう、多分当時だから TBS の密着。そうそう、TBS の人がハンディカムで持ってた。あ、なるほど、ね。だから当時って、その携帯とかのデータじゃないから。あ、テープ。テープ。こんなちっちゃいカセットテープ。はい、はい。だからもう一日、毎日金だけなんてさ、やっぱもうずーっといるから。なるほど。うん、そのスパリングとかもさ、毎日撮ってるから、あ、めちゃくちゃあるわけよ。すごい数だ。で、それ探してくれって、その、1ヶ月前ぐらいにさ、うん、YouTube 始めるから、うん、うん。会った時、久々に会った時に、うん、ちょっと島さんお願いしますと、探してくださいと、カメラの映像で、うん、分かったよと、うんうん、言って、でまあ忙しい人だから、うん、その、なかなか探せないと思って、うん、で、YouTube を始めたのが2週間前ぐらいだって、うんうん、その時にもう一回お願いしたんで、ちょっと探してくれって、うん、まあ1週間前ぐらいからお願いした、うん、そしたら、まあ今週末には探すよって、うんうんうん、まあ、言ってくれて。ってことはもう、近々手に入るっていうこと、予告編ってことですね、今回はね。あ、そうそう。なるほどね。いや、楽しみは楽しみですけどね。どう、皆さん、視聴者の方はどうなんでしょうね。やっぱ、当然見たいと思っていいんですかね。それ見たいだろう。カネロがさ、全盛期っていうかさ、これからもう世の中に 出る時っていうか、出てたけどさ。うん、やっぱ、その、あれですね、その、結構本数がかなりじゃあ探すの手間取ってるというか、そういう感じではあるわけですね。もちろん。うん。でも、あることはあるんだ。あるでしょ。うん。さすがに。うん。あれですね、ぜひ視聴者の方ね、見たいっていうコメント欲しいですね、そしたらね。うん。なんか。コメント？うん。コメント見てるよ、俺。いや、見てくださいって言ったから。うん、見てる。だから言われたら見てるよ。すげえ言われてんじゃん。あの、木村さんとのスパリング。うん、すごいからね。だから確か俺もあの時、うん、興奮してたってあれだけど、やっぱ、言いたかった。俺だけやっぱやられたから、そういう流されたから、うん、そういう感情がどっかにあったから、うん、ちょっと上から言っちゃったけど、うん、自分のこともやっぱ客観的に見すぎちゃって、あ、自分のこと褒めすぎてキモって言われて、それキモいですよ、確かにと思って。でやっぱそういうの見てさ、見ろっていうか見てさ、うんうん、全部に俺いいねしてるからね。あ、すごいこと言われてるよ、人としてどうなのっていうぐらいさ罵られてるけど、それに対してさ俺はいいねしてんだよ。
これはちょっとだいぶ拗ねちゃってる感じがありますよね。拗ねてっていうか、まあ、いや、俺としては、そのね、あの、視聴者のみんなが、あのね、見たい見たいっていうね、コメントしてくれたら、探してくれる人のやる気も出てくるじゃないですか。あ、そうね、しばらく。より早く公開できるようになるかなっていうふうなね、感じで思ってたんですけど、だいぶね、木村実さんの動画で、コメントで拗ねちゃってる感じがしてありますよね。うん、拗ねてる。え、なに、じゃあ、コメントじゃダメなの？コメントで、なんとかならんかなと思ったの。コメントじゃない、チャンネル登録だよ。現金の話になってくるじゃない。そういうことじゃない、やっぱそれはさ、1000人伝ってまだ始まってないから。まあまあまあ、確かに。ようやくプロデビューしたぐらいだよ。てか動画5本ぐらいしかまだ出してないですからね。だから今それ何週間やったんだっけ。2週間ぐらいですかね、初めて。はい、2週間で1000人。はい、まあ一番に言ったら YouTuber だよ俺っつっていいよね。まあ、キリはいいですね。格好もつく。まあ、チャンネル登録1万人いたら、アクメ何やってるのさ、YouTuber ですと。はい。まあ、YouTube やってると言えますね。言っていい。で、1万人いったら、公開する。え、ちょっと今の、カナロとのスパーリング動画は、チャンネル登録1万人いったら公開するって言うの。なんか、あれですか、もったいつけんじゃねえバカみたいなコメントがまた来そうな気がするんですけど。じゃあ、チャンネル登録してください。マジよ。じゃあ仲間にも言ってください。まあその本当に一人一つのなんかチャンネル登録で、その、やっぱ俺金の人だと欲しいから。100万人の。そう、なんか俺引退しか何も野望とかないんだけど、欲しいもんとかもない。だってもうない。と思ってたけど、もう今回2週間前に始めた YouTube、チャンピオンベルトみたいなものでしょ、あれ。世界チャンピオンでしょ。世界かどうかわかんないけど、まあでもチャンピオン。まあ、YouTube の金の盾は、俺の中で、まあ、何が欲しいのって、金の盾で。まあ、金メダルですよ、ね。そう。そう。それに向かって挑戦していくよ。で、だから、最後に、本当に、内容をちょっとだけ触れる感じでもいいですか？その、具体性がないと、ちょっとね、視聴者の人も見たい、登録したいってならないと思うんで。どういう内容で、本当ちょっとだけでいいから、何なんで？いや、4ラウンドやる予定だった。あ、だった。途中で。終わったよ。血が流れたね。じゃあかなり激しく。やったね。いや、どっちかは少なくとも大ダメージっていう。そう、それで終わったよ、ストップ。はぁ。3ラウンドね。4ラウンドやったのは、それ3ラウンド終わった。でも、3ラウンドじっくり見れるのよ。もちろん。あ、じゃあ見たい人はどうすればいいんですか。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。マジでチャンネル登録、よろしくお願いします。はい。おっす。でも人が見てくんないと、誰も聞いてくんないと。そうだね。ダメだから、だから押してくれ。分かりました。高速で10回やったらちょっと考えますよ。見せてあげてください。3、2、1、はい、3、4、5、6、7、8、9、10。どこ押せばいい、ここ。